454カスール弾とは、1957年に、ディック・カスールとジャック・フルマーにより、ワイルドキャット・カートリッジとして開発された実法である。1959年11月、この実法は、銃器の専門誌、ガンズアモで最初に公表された。基本的な設計は、45ロングコルト弾を構造的に改良、サイズを延長したものである。 1997年、スター・ムルガー社が、スーパーレッドホーク用にこの光景を採用し始め、最終的にこのワイルドキャットカートリッジは、主流となった。続いて1998年、ブラジルの重機メーカーである、トーラス社は、トーラス・レイジング・ブルに、また2010年には、トーラス・レイジング・ジャジ・マグナムにこの実報を採用した。45スコフィールド弾および、 45ロングコルト弾は、454口径の銃器の薬室に適合する。これは、38スペシャル弾と、357マグナム弾、そしてまた、44スペシャル弾と、44マグナム弾の関係と非常によく似ている。左から右へ、460S&W マグナム弾、454カスール弾、44マグナム弾、 45ACP 弾、そして 22LR 弾、454カスール弾が商業利用化されたのは1998年であり、この時サーミは初めてこの実報の基準値を公表した。新しいか、スール弾は拳銃弾用の雷管ではなく小型の小銃用雷管を使用しているが、これは薬室内の圧力が6万カップと極めて高く。 設計されたことを理由とする。また、小銃用の雷管は、拳銃弾用のそれよりも、はるかに強靭なカップを使用している。量産されている中では、この弾は、最も強力な拳銃用実砲の一種である。454カスウール弾は、45ロングコルト弾の5倍ほどの反動を生み出す。また、44マグナム弾よりも約75%ほど、 反動のエネルギーが増している。この実縦は1 6ムの弾丸を重厚初速秒速5 8 0ル以上で打ち出し2 7キロジュールのエネルギーを拳銃から送り出す。一発のバッファローボア弾薬は3 0 0ンよりも重い JFN 弾丸を初速1650フィート S-1813 フィートポンドの重厚エネルギーで打ち出す。 454カスウル弾の目的は主に中量級から重量級の獲物を狩ることであり、他にはメタリックシルエット競技での使用やクマからの自衛が挙げられる。カスウル弾は当初から3倍の発射薬を詰めており、これは全身的な燃焼を与える。小重用雷管の点火が加わることで重心を通過する際の弾丸は全身的に加速していくこととなる。 454カスール弾を装填できるリボルバーは1983年フリーダムアームズ社によって最初に商品化され生産された5発装填のシングルアクション式モデル83リボルバーは交換式の回転弾倉を採用することにより 45ACP 弾、45ロングコルト弾、そして454カスール弾を撃つことができた 2005年には 460S&W マグナム弾が公表されたが、これは基本的に454カスール弾のサイズを延長したもので、弾丸の直径は45ロングコルト弾もしくは454カスール弾と同一である。いずれにせよ 460S&W 弾を装填するリボルバーでは454カスール弾や 45ロングコルト弾も使用でき。さらに、45スコフィールド弾も使用できる。ありがとうございます。